未経験から採用人事を輩出するための研修 HR トレーニングキャンプを運営しております、玉川大輝と申します。よろしくお願いいたします。さて本日はですね、強みについてお話ししていきたいなと思っています。割とね、こう自分にこう強みがないんだよねって話よく聞くんだけど、こうはっきり言ってですね、強みがないっていうことは、まあ、ほとんどの場合ありえないというふうに僕は考えています。強みがないっていう人のほとんどの人がですね、こうあの人に比べたら私の強みなんて強みって読めないんじゃないか、まあ、そういったですね、人との比較から来ているのが大半なのかなと思ってます。今日は強みの見つけ方についてお話ししますが、まず最初に言っておきたいことは、強みっていうのは人と比べて優れているものではないということをまず理解してほしい。強みというのはあなた自身が持っているあらゆる武器の中で、この中で相対的に優れているものが強みです。決してですね、人と比べて優れている優れていないとか、そういった類のものではないということをまずここで理解してください。本当にこう人と比べるとマジでキリがないので、絶対に上には上がいるので、人と比べるということは本当に不毛なのでやめてください。ではここから本題のですね、強みの見つけ方についてお話ししていきます。今日紹介するのはですね、これまで自分がこう就活相談、転職相談、まあ、何千人と見てきたんですけれども、その中で満足度の高かった強みの見つけ方4選をご紹介したいなと思っています。ちなみにですね、どれか1つだけを考えればいいというお話はありません。まあ、あらゆる方法を今日4選お話ししますが、全部やっていただいて多角的にですね、自分の強みをですね、探していただけたらなと思います。そしてこの動画の一番最後にですね、その分かった強みをどういった形で転職活動、就職活動に活かせばいいのかもですね、お伝えしますので、必ず最後まで見ていただけたらなと思っております。ではまず1つ目になります。自分と誰かを比べて得意なことを考えるが1つ目の思考法になります。なんやねん、結局比べるんかいってなった人もいるかと思うんですけれども、めちゃくちゃネガティブな人以外にですね、自分の強みをこう絞り出す際に他者と比べるという方法は非常に有効な方法となっています。そして比べる相手というものもいろいろ変えるといいんじゃないかなと思っています。例えばね、こう前職の〇〇さんと比べると自分はここが強みかもしれない、現職の〇〇さんと比べるとここが強みかもな、といった具合です。これはですね、ネガティブな方にはですね、向かない方法論ではありますが、ポジティブな方にはですね、ブレストするという意味においてかなり力を発揮するかなと思います。そして2つ目です。次はですね、他者から評価されたことを思い出しましょう。そういえば友達からいつもお前はこういったところが得意だなって言われるとか、よくよく思い出すと小学校の時から通信簿でここすごく褒められてたなとか、そういった具合でですね、自分以外の誰かから褒められた経験であったりとか、ここ得意だよねって言われた経験をたくさん思い出してください。もしすぐに思い出せない場合は、改めて仲のいい友人や同僚に聞いてみるのもすごくいいと思います。余談ですが、人に聞くというのは非常に重要なことで、自分が知らない自分を他者は知っているものです。なので自己評価だけじゃなくて、必ず他者からの評価も思い出すか集めるようにしましょう。この話はすっごく大切な話なんだけれども、話すとね、すごく長くなっちゃうので、一旦ですね、ジョハリの窓でググっていただけたら、いろいろとインプットできるかなと思います。では3つ目です。次は逆説的に考えてみましょう。皆さんですね、強みと弱みって表裏一体じゃねと思ったことってないでしょうか。例えばすぐに行動する力があるという人はですね、大盛りして計画力であったりとか、計画の綿密さ緻密さに、まあ、欠けることが多かったりします。ほとんどの強みというものはですね、裏返せば弱みになります。逆を言えばですね、ほとんどの弱みも裏返せば強みになるということです。ネガティブな方っていうのは強みはたくさん出てこないけれども、弱みはたくさん出せたりするんじゃないでしょうか。なので弱みをですね、まずはたくさん洗い出して、それを逆の捉え方でして、強みに変えていきましょう。一例ですが、仕事が遅いの反対は仕事が丁寧と言えるかもしれません。細部に細かいは、もしかすると細部にこだわることができると言い換えることもできるかもしれません。ぜひこういった形でですね、弱みを強みに反転させるということをですね、試していただけたらいいんじゃないかなと思います。では最後4つ目です。4つ目はですね、アセスメントを使うパターンです。手軽でですね、最も流行っているのはおそらくストレングスファインダーかなと思います。かなり当たってるわということをね、よく聞いたりしますので、ぜひこちらはですね、購入してやってみるのがいいんじゃないかなと思います。以上ですね、4つの強みの見つけ方についてお話ししてまいりましたが、まだちょっと待ってください。ここまででできていることっていうのは、まだ強みかもしれない要素を洗い出したにすぎません。次にやらねばならないことは、その中で相対的に最もあなたの強みと言えるものはどれかというものを選び取る必要があります。例えばそれらをこういった基準で評価していきます。より自分が自信を持っている、周りの人により多く言われるもの、より強みが発揮された成功体験が多いとか、まあ、そういった基準でですね、強みを相対評価していくといいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、ここでたった1つに縛りましょうといった、そういったお話ではございません。3つから5つぐらいに、まあ、絞り込めれば十分かなというふうに思っています。3つから5つに絞り込むことができたら、ここからですね、それらの強みを転職活動に生かしていきましょう。生かし方はですね、大きく2つあります。1つがアピールに使う、もう1つが転職の軸作りに使うです。アピールに使うというのはそのままですね、自己 PR の際にその強みを持ってどういった貢献をできるのかをちゃんとお話ししてください。別の動画で自己PR の作り方についても解説してます。まあ、概要欄にも貼ってますので、ぜひご覧になってください。
そしてもう一つが転職の軸作りに使うというところですね。強みと弱みは表裏一体だというお話をさせていただきました。つまりそれは環境や仕事の内容によって強みとして発揮される場合と弱みとして発揮される場合があるということになります。なので皆さんがしっかりと社会人として成果を出すためにはそれが強みとして発揮されるべきだと私は考えますので、皆さんが掲げた強みが強みとして生きる環境、仕事、それはどういったものなのかを考えて会社を選ぶ基準にしてもらえたらなと思います。以上、本日はですね、強みの見つけ方についてお話ししてまいりました。今後もですね、本チャンネルではキャリアに関する、転職に関するティップスをですね、どん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 発信してまいりますので、ぜひですね、高評価とチャンネル登録いただけたらなと思います。また月3名までですね、私が無料で転職のコンサルティングをするキャンペーンもしておりますので、ご興味がある方は概要欄にフォームがありますので、そちらからよろしくお願いいたします。また本動画以外にもですね、役立つ動画をこちらの再生リストにまとめておりますので、絶対に転職を成功させたいという方はですね、ぜひこちらを再生リストをですね、ご覧になっていただけたらなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。